疲れ様です。ご分を。よく来たのじゃ。また来てくださいね。なるほど。つまりこういうことじゃな。そなたのもとにモンスタレア地方から来たという国威の預言者が現れた。その者がジャイワールとオレンカが戦い、後に手を携えてクレティアを滅ぼすだろうと預言したと。その国威の預言者についての噂はわしの耳にも届いておる。そなたの話は真実じゃろうが。当初は私もそのような預言を信じてはおりませんでした。ですがその後次々と預言が現実のものとなり、以来両国の動きを警戒するようになったのです。なるほど。だけどクレティア女王に予言をしたやつはどうしてジャイワールとオレンカが戦うことになるって分かったんだろうな。もしかするとその人物の話は予言ではなく予定だったんじゃないか。自分が話した通りになるように何か仕組んだのかもしれない。何をどう仕組んだのかは分からぬが、そやつがオレンカとジャイワールを争わせ、さらにクレティアまでも巻き込もうとしたのは間違いないじゃろう。でも一体何のために。わからん。ただその預言者とやらは父を殺した奴のことを知っている可能性がある。むしろそいつがやったのかもしれんな。フェザール、早がてんしてはいかんぞ。まだわからぬことが多いのじゃからな。いずれにせよ我らはその預言者を急ぎ探し出さねばなりませんね。ではオルネーゼよ、そなたは仲間と共にモンスタレア地方へ向かえ。モンスタレアの三国、モーリアス、ヘルノーク、ダラル、それぞれの王にまみえ、その預言者を探し出すのじゃ。はっ。失礼いたします。どうした、何か起きたのか。はっ、たった今知らせが入りました。ダラルの軍が隣接するモーリアス、フェルノーク両国を急襲。何、一夜にして制圧したとのことです。どういうことだ。一体
この世界で何が起こってるっていうの？何か得ようかの？ではな。ご協力お願いします。お気をつけて。
意味。
だ。行きます。
ついよ。任せろ。行け。
俺を怒らせたようだな。氷よ。炎よ。知るがいい。アルテナソード。終わりだな。行きます。女帝の裁きを。女帝の鉄槌を。女帝の裁きを。女帝の鉄槌を。女帝の裁きを。やっ。女帝の鉄槌を。女帝の裁きを。女帝の鉄槌を。仕方ないわね。クロスカッター。切り裂くのよ。まあ、当然よね。さっさとくさばりなさい。デュアルクロスカッター。行きます。ここが勝機です。リハイビー。
ぞ。氷よ、リホイミ、氷よ、知るがいい。アルテナソード。終わりだな。行きます。えっ、炎よ。女性の鉄槌よ。ワイミ。女性の裁きを。女性の鉄槌よ。女性の裁きを。仕方ないわね、切り裂くのよ。
任せろ。切り裂け。悪魔の囁きを行きます。フィア任せろ。だというの大丈夫か。女性の手きついよ。ちょっとやばいかもな。リホイミ、ノーガルキ、ノーガルキ、行きます。女性の鉄槌を、女性の裁きを、女性の鉄槌を、女性の裁きを、ここが勝機です。女性の鉄槌を、やっ、女帝の裁きを、スクルト、やっ、女帝の鉄槌を、はっ、力を感じるわ。任せろ。